物はいずれ古くなる。社会を支える鉄道インフラだからこそ、今に安心してはいけない。次の時代へ安全を届けるために、危険な線路内での働き方をドローンで変える。映像から 3D 空間を再現し分析する。災害時の情報を効率よく共有する。現場で懸命に働く人たちのために、人と人を快適に安全につなぐために、対策に限界はないから、技術と知性と思いで新しい道を開こう。